眼科医の平松です。今日は動画のコメント欄にあったありがたい情報についてお話ししようと思います。私の YouTube ね、おかげさまでチャンネル登録10万人超えてまして、ありがとうございます。っていうこともあって、まあ多くのコメントをいただいてるんですね。もちろんこれどうなんですかっていう質問も多くいただいてるんですが、それだけではなくて、これ役立つ情報だからぜひっていう情報だとか、その業界の人の情報って言ってるのもあったりするんです。なのでとか、実際に体験した人の情報っていうのもあるので、この中の一部をちょっと紹介しようと思います。もちろんね、もっとたくさんあるので、まあそのいわゆるコメント欄も皆さんちょっと見ていただいていいなって思うコメントにはいいねを、その人のコメントのいいねをぜひ押していただけると、そうやってみんなで情報交換できる場ってなかなかないと思うんですよ。なのでここを情報交換の場にするためにも、他の人の情報をただ見るだけじゃなくて、いいねっていうのを押していただける、今いいねって言わないのか、グッドボタンを押していただけると、もっとみんなが情報を開示しやすくなるので、まあ、今日のお話を参考にしながら、あなたもちょっとした経験だとか、これ役に立たないのかもなって思うような経験でもいいので、それが意外と他の人の役に立ったりすることがあるんですよ。ちょっとくだらないことだったりしてもいいんですよ。目薬使い切るのに私はこのぐらいかかりましたとか、例えば私は1本使うのにこのぐらいかかりますとか、私の場合は、結構目薬うまくさせるようになるのにこのぐらいかかりましたとか、結構そういう情報って意外とないんですよ。なので、まあ、そんな情報もちょぼちょぼコメント欄に書いてくださるといいかなと。じゃあ今日いただいたいい情報としての1個目です。ですね、これはですね、コンタクトレンズについての動画をアップした時の、YI さんっていう方の、コメントになります。ちょっと細かい文字なんで抜粋してお話しします。この方はコンタクトレンズ屋さんでアルバイトをしている3年目の理工学部の大学生の方ですと。で、大学で多分理工学部だからなのかな、物理学的なレンズの仕組みとか DK 値、含水率、素材などについて勉強してるって言うんですよ。すごくないですか？だってバイトですよ、この人。適当にやってもきっとバイト代普通にもらえるのに、きっちりここまで物理学特性を勉強してコンタクトの、ほんで、すごい。学生という立場のためか、売り上げとかを意識されないことがあって、お客様のことを考えて販売してきてる。すごいですよね。ある意味、バイトの強みっていうのもあるかもなと思いますね。ただ、実際問題として、コンタクトいいのをおすすめしようとしても、感覚として安いのがいいからいいから安いのでとか、処方箋なくてもいいから買わせろとおっしゃるお客様が多いのが現実です、ね、残念だけど。どうかこれを見ている方は、こちらの先生もおっしゃるように、正しい知識をある程度持った上で中長期的な視点で自分の目に合うことを軸にレンズの購入を考えてほしいです。コンタクトレンズはあくまで高度医療機器なのですからっていう、ね、こんな感じのコメントいただきました。いや、やっぱりね、こうやってね、一生懸命コンタクトについて考えてくださってる方がいるなっていうのが嬉しいなっていうのがあって、ちょっと紹介させていただきました。2個目、メーカーマークさんです。これは何なのかっていうと、緑内障についての動画で、30度と10度っていうのがあって、10度の視野結構重要ですよっていうのをお話した動画です。で、他の患者さんは、いやー、10度の視野うちの眼科測ってくんないんですよ。困っちゃうなーっていうコメントが結構多くて、いや、言いづらいなーって。で、その方がこうやって書いて、10度測った方がいいですよ、皆さん。私は平松先生の動画で10度の検査のことを知って、主治医に伝えて検査してもらったことになりました。検査の結果、見えてくる、自覚している方の目には10度での異常がありました。つまり、この方、簡単にまとめると、普通の検査ってだいたい24度っていう範囲か、30度っていう角度、分度器でいうね、を検査するんです。で、それだと、10度の範囲って狭いから、ちょっとそこに異常があっても、まあ、あんまり変わんないように出ちゃうんですね、検査上。だから、10度の中心の視野、見える範囲の検査重要ですっていう動画なんですけど、で、この方も30度、24度が問題なくて、まあいいなって眼科医は思ってたと。でも10度ぜひ測ってくださいよって言って、測ってもらったら、いや、例えばね、どっち目かわかんないけど、右目が見づらいなと思ってたと。そしたら、いや、右目の10度が悪かった。ってことがわかった。で、実際右目の10度が進行してた。ってなると、あ、ちょっとじゃあ、一見今までの治療だと問題ないと思ってたけど、そんなことないよね。ちゃんと治療しようよっていうことを書いてくださったってことです。
結構ね、こういうふうにね、いいコメントがあって、ちょっと他に、すいません、これね、今持ってきてないんだけど、記憶でお話しようと思います。整体師の方で、僕がマッサージ、目のマッサージとかについて、アップした動画について、もう本職の方から、やりました。そこではね、僕もある意味整体とかで、緑内障とか良くなったりしませんよって、まあ、ある意味批判的みたいな動画なんですけど、まあ、きちっとした整体の方みたいで、いただいた、答えとしては、おっしゃる通りで、整体で緑内障が良くなることはないと思いますと。だ結構、整体で緑内障良くなりますっていう先生多いんですよ。でもこの人は、それは分かっていて、そういうふうに言う人っていうのはちょっと気をつけた方がいいと思います。もちろん、体を、いたわるとか、まあそういう面で、整体を利用していただくにはいいんですけれども、みたいのがあって、やっぱり、そういうふうに、きちんと考えてくださる整体の方もいるのかなっていうのを感じましたね。あと、いただいた、専門家のお話としては、いわゆるこう、マスクですね。ゴーグルとかマスク。プール入るときとか、ゴーグルするじゃないですか。で、あとは、ダイビング。ダイビングってボコボコってやって、こう、空気やるやつあるじゃないですか。あれって結構圧かかることがあるんですよね。で、そうすると目に良くないんじゃないかなって心配される方がいて、僕が動画で、普通の水中ゴーグルの場合は結構圧かかっちゃうことがあるので、これ要注意だけど、普通の、シュノーケルとかじゃない、いわゆるダイビングの場合は、まあ、そんなに問題ないですよっていう動画を出したんです。で、そこで、その、プロ、いわゆるこう、インストラクションコーチっていうのかな？わかんないけど、そういうのを持ってる方からの、コメントとして、一般的には問題ないんですけれども、マスククリアとかって言って、まあ、ですね、僕もちょっとやったことあるんですよ。CQ ライセンスっていうのかな、一番弱いの。あれ取ったことあるんですけど、ちょっと、水が入ってた時とか、こう、ボコボコってやったりして、空気をマスクの中に入れたりとかっていうのを調整する、なんていうかな、やつがあるんですよ。で、それがうまくできないレベルの人に関して言うと、変に圧がかかっちゃったり、いろいろすることがありますと。なので、まあ、そうでなければ、そんなには気にされなくていい。圧はあんまりかかんないですよ、みたいなコメントをいただいて、あ、そっか。僕が紹介したのって、いわゆるこう、ダイビングの論文とかなんですよ。で、論文っていうのは、あくまでダイビングができる人前提のデータなので、なんていうかな。素人がダイビングをし始めた時のお話が載ってなかったんですよね。で、だってプロの方からお話を聞いて、あ、そうだな、確かに、ダイビングし始めの時の重要性もあるかなっていうのがあるので、ちょっとそこは参考になるかなっていうふうに思いました。まあ、こんな感じで、いや、私はこの専門家なんですよってなった場合、それの目に関する情報とかもぜひ寄せていただけると他の参考になります。例えば、美容師の方でこれ気をつけてるっていうのもコメントいただいたことありますし、あとは、メガネ屋さん自分はしてて、たまにコメントいただきますけど、まあ、こういうところに気をつけたりしているんで、まあ、こういうとこいいと思いますとかっていうとか、コメントはいただけるといいかなって思います。もちろんね、ここで変に販売とかしないでくださいね。ちょっとそういうんじゃなくて、一般的に役立つ情報として、皆さんに情報提供であればいいので、うちの何々メガネだったら良くなりますから、そういうのダメで、そういうのダメで、一般的な、方法としてのご紹介っていうのはぜひぜひしていただくと、まあ、専門家の方。あとは、いただくのは海外の方からの情報も結構いただいていて、まあ、ドイツの方、イタリアの方、北米、カナダの方、アメリカの方、フィリピンの方、あとはオーストラリアの方とかって言って、国ごとに、あ、うちの国の私の治療はこんな感じですみたいな、そんな情報いくつかいただいていて、まあ、なんとなくヨーロッパ系の人って、視野系のね、ハンフリーってよく言うじゃないですか。あれね、ドイツなんですよ。作ってるのね。だから結構視野系はね、すげえちゃんとしてる。で、向こうからいらっしゃる方も何人かいらっしゃるんですけど、やっぱね、検査はすごいいいなっていう感じですね。ただ治療に関して言うと、まあ、結構なんかざっくりとした感じ。なんていうかな、アメリカの治療もそうなんですけど、医者もそうだし、患者さん自身もそんな細かくないみたいなんですよね。まあもちろんそれは、相手の医者とその患者さんのキャラクターもあるのかもしれないですけど、なんていうかな。まあ、ざっくり言って、ダメだったら手術しましょうとか、レーザーしましょうみたいな、結構大雑把な、なんていうか、治療方針のところが多いなっていう印象を受けますね。はい。もちろんそれは、どの国かにもよるし、どの先生かにもよってしまう。日本だってね、関西と関東でも違うし。いろいろある。まあ、関西の方がどちらかっていうと、手術的には進んでたりとか、そういうところもありますよね。
っていうところもあるので、まあそういう、違いもあるけれども、まあざっくりとした国の印象、あとは保険の制度によっての違いとかもあるので、まあ、それもちょっと参考になるので、結構、なんだろうな、カリフォルニアからコメントしてますみたいな、なんかコメントいただいた方がなんかありがたいなって思うので、まあ、ぜひぜひ海外に住んでいる方の場合は、自分の経験とかも、アップしていただけると、意外とね、あなた以外に同じ国で見てる人結構いるんですよ。なので、まあ、ちょっとぜひぜひそれも参考に、他の方になるので、コメントをいただけるといいかなと思うので、皆さん、私の動画もぜひなんですけど、コメントもババーって見ていただけると、今後たまにこうやって、いただいたコメントで、あ、皆さんに共有しようっていうのも、アップしてきますので、それだけじゃなくて、自分でもたまに見ていただいていいなと思うのを、いいね、ボタン押していただければと思います。よろしくお願いします。